こがどんどん面白い、はい、で対局が始まると、本局あなたはシャーチャです。まずはハイパイといって、まあ、自分の手がまずこんなんですよ、はい、で大体およそ30ゲームぐらいこの対局が続くんですけれども、リプレイかチャンス役を聞くと対局となりました、まあ、より当たりに近づいていく形になります。このメンツはいかがでしょうか。プロの技しっかり見せてくれそうですね。1つ牌を引きました、はい、連敗前はリプレイとレア役で手牌が動きます。普通が見えますね。はーけー、これ、マージャンでテンパイルって、あと一杯来たら上がりですよ、はい、書いてあります。3か6が来ると当たりですよというような状態です。プロのリーチをくぐり抜けたいですね。まあ、自分で引いてきてもいいですし、誰かが捨ててくれても当たりでいいと思います。プロも苦しい。序盤に体がかかる。惜しかったですね。はい。これ残り1ゲームで上がらなかったので、これから入って、はい、まあ、上がらなかったです。ここから対局が基本はやり直し、はい、で天井もこの対局を30局やったら天井、はあ、大会の30ゲームで賞味抽選をしてるんですよ。リプレイの引き、その30ゲームのリプレイと、チャンス役の引きで、はい、ART に入るかどうかを賞味抽選しています。今までのゲーム数でもないし、はい、モードでもないし、ちょっと、まあ、新しいスペックというか考え、対局以外の当たり方で、マージャンしてたらより分かりやすいですが、ここから8ゲーム間のガチ抽選です、はい、で8ゲーム後ろで引けば引くほど、このマージャンの上がり役の点数が高くなっていくので、あと8ゲーム後で引けば引くほど、はい、初期の ART がゲーム数が多いということで、8ゲーム間ガチレバーレバー抽選をしてるんですけれども、後で引けば引くほど大きい ART が取れますよ、今とか。ゲーム数が変わるんですね。そうです、変わります、引くタイミングで変わっちゃう。まあ、マージャンの中で一番点数が高い役なんですけど、ここでもし引ければよかったんですけど、まあ、8ゲームの自力解除の方が今終わりました。ここでも引けなかったんで、他の自力解除の方が、女の子が3人そろうので、ここからまあ、先と一緒で点数が上がっていってます、はい、点数上がって何なのか、まあ、点数今選ばれてる女の子と、対戦することができます。で先の対局と何が違うかというと、初期の点数がすでにいい手が来ているので、うん、これもだからあの女の子経由のイベント経由で当たると初期 ART のゲーム数がたくさんもらえる、はい、得点です。はい、惜しかったですね。マージャンしなくても点数が出てきまして、点数の
半分、今やったら2万4000点上がって半分の120ゲームというゲーム数から初期の ERP がスタートします。小島武雄という、はい、めちゃめちゃあの日本一麻雀が強いと言われてミスター麻雀と言われてる、通らないかもな、どうだ成功したので、これはやられたね、超上手で突破する